あー、コロナも落ち着いたし、東京に観光に行きたいな。東京でも観光行くけど、なんか洋服屋さんとか見てみたいけど、どこ回ればいいかわかんないんだよな。結局いつものルミネとか、パルコとか、マルイとか、新宿伊勢丹とか、まあそういう定番どころになっちゃうんだよな。おしゃれな人しか行かないようなおすすめショップとかまとめてくんないかなと思ってるそこのあなた。今日は東京のおすすめショップ、原宿表参道編、青山編をお届けいたします。はい、というわけで今日は東京おすすめショップマップですね。原宿、青山、表参道編をお届けいたします。原宿、青山、表参道に買い物に行く用事があるんだけど、一体どこに見に行けばいいかわからない。いつも決まったお店ばっかりでちょっとマンネリ気味、誰か教えてほしいと思う人のためにですね、今日は年間2000万ぐらいお洋服買ってる僕が教える、僕がよく行ってるおすすめのショップをですね、バーッと解説しようと思います。いくつか解説しようと思うんですけれども、もちろん動画の時間にも限りがあるので、もう本当にここだけは絶対に行った方がいいっていうお店だけ濃縮してお送りしますので、これを見ておけば原宿表参道青山2と言っても間違いないと思います。それでは行ってみましょう。まず1つ目、定番どころですけど、こちらですね、 H Beauty & Youth でございます。名前の通りですけれども、ユナイテッドアローズの業態のビューティー&ユースという業態がありますが、それの最上位店舗となります。 H ビューティー&ユース、なんで H なのかって話なんですけれども、多分 H なんでしょうね。ここで取り扱っているところと、ブランドっていうのは、オーラリー、ノンネイティブ、ニードルス、ダイワピア39などなどですね、非常に多岐にわたる今が旬のデザイナーズブランドを揃えているのが大きな特徴かなというふうに思います。それ以外にもですね、実はストアブランド、オリジナルブランドの H Beauty & Youth というレーベルのブランドを作っていて、ここでしか購入できない。まあ厳密に言うと他のところでも購入できるんだけど、基本的にはここでしか購入できないオリジナルラインを展開していて、H Beauty & Youth はですね、普通のビューティー&ユースと比べるとかなり価格が高いです。ビューティー&ユースとかだと正直デニムとかで9000円ぐらいで買えると思うんですけど、 H のレーベルだとデニム1本で、まあ高いと3万円ぐらいとかにしちゃなっちゃうんですけれども、まあセレクトショップのオリジナル品なので、コストがかなり抑えられてるはずなんですね、 D2C だからね。基本的にブランドから仕入れて物を売ってるってわけじゃなくて、自分たちで物を作ってるので、コスト構造がそもそも違うんですね。だから3万円ぐらいで H で売ってるデニムって普通のブランドがやって、買おうとするのであれば、まあ大体4万ぐらいになっちゃうんじゃないかなっていう感覚です。まあ大体の体感ですけれども。なので、お得な価格でですね、本格的な素材感とか本格的な作りが楽しめるのが H ビューティー&ユースのレーベルだと思います。まあ言うて、ビューティー&ユースのオリジナルのお洋服とか、壺ついてすごくいい作りだとは思うんですけれども、まあ、9000円のデニムにできることって、まあ限界がさすがにあるじゃないですか。9000円で例えば黒木の、岡山の黒木の素材とか使えないだろうし、まあいい素材ってやっぱ使えなくなってくるわけですね。だからまあ、多くの人に向けた買いやすいラインっていうことで、もちろんビューティー&ユースはそのバランスを取りながらやってるわけですけど、でもコスト構造すごく優秀なわけだから、じゃあ低価格、なるべく低価格で、普通のブランドよりは低価格で、極上の素材を使ったオリジナル品とか作ってくれたらいいのになっていうのが H ビューティー&ユースのいいところかなというふうに思います。このストアブランド H ビューティー&ユースに関しては本当にクオリティが高くてですね、非常にいいもので、値段も他と比べたら相対的に安い。価格自体はもちろん高いのはわかるんだけど、ブランドが同じことやったらもっともっとしますよっていうのがかなり安く提供されているので、非常におすすめでございます。だからお洋服好きな方でビューティー&ユースとかもいいんだけど、もっともっと上を見たい、でもブランドはちょっと手が届かないっていう方は、 H のオリジナルレベルとか見てもらうと意外と当たりがあると思います。昔はね、セレクトショップのオリジナル品ってなんか小バカにされてたイメージがあるんですけど、結局セレクトのオリジナルでしょみたいな感じで小バカにされてたイメージあると思うんですけど、今全然そんなことないです。アローズだったら H ビューティー&ユースのオリジナルだったりとか、ビームスだったらインターナショナルギャラリービームスとかね、オリジナルのレーベル本当に気合い入れて普通のブランドと全く変わらないようにやってるので、でなおかつコスト構造が違うから値段が相対的に安いと。
使ってる素材とか作りの割にはかなり安いっていうのが大きな特徴だと思うので、まあ、あまり舐めてかかんない方がいいと思います。もう今僕が言ったオーラリーとかノンネイティブとか、まあ、そういったブランド、名だたるブランドとかと合わせても全然違和感がない、あの非常にクオリティの高いアイテムが多いので、ぜひチェックしてみてください。でそれ以外にもですね、スニーカーとかシルバー小物、ヴィンテージウォッチとかヴィンテージジュエリーまで揃ってるので本当に幅広いラインナップだと思います。で1階2階とお洋服が並んでる、メンズレディースが並んでるんですけれども、地下にはですね、ピザスライスっていう代官山で有名なピザ屋さんがあるんですけれども、それも入っています。ピザスライスの表参道店が入っているので、買い物に疲れたらですね、ここのピザがめっちゃうまいんですよ。めっちゃうまいです。あの本当にびっくりするぐらい美味しいので、ビールとかも出してますから、買い物に疲れたらビールにピザで、ちょっと太りそうだけどビールにピザで一息つくのもありだと思います。全体的にですね、 H ビューティー&ユースのセレクトって絶妙な陽キャ感が漂ってると思います。これは多分洋服好きはみんな同意してくれると思うけど、 H ビューティー&ユースのセレクトっていうのはもう服が何においても好き、もう洋服のために全てを費やしてますっていう人じゃなくて、どちらかというとおしゃれな自分が好きっていう人が行く店なんじゃないかなと僕は思ってます。だから表現が正しいかどうかわからないけど、ライフスタイルの中で、まあ、例えばサーフィンやってます、ドライブが好きです、仕事も好きです、家族も好きですっていうライフスタイルの中でお洋服を無理なくおしゃれに楽しむっていうのが H ビューティー&ユースの根底に漂うセレクト感だと思うんですよね。それを僕は陽キャ感っていうふうに簡単に言ってるんですけれども、まあ陰キャの服が好きな人っていうのは、服が、僕もそうだけど、服がもう最重要項目って人いるじゃないですか。もう着やすさとか実用性とか合わせやすさとかじゃないっていう、もうとにかく服が好きでデザインが好きっていう人たくさんいるでしょ。僕もそうですけど、デザイナーズ好きな人って結構そういう人多いと思うんだけど、 H ビューティー&ユースにもそういうアイテム もちろんたくさんあるんだけど、セレクト全体の流れとしてはあくまでライフスタイルの中で美しくいたいっていう、ライフスタイルの中で、人生の中でかっこよくおしゃれにいたいっていう、自分の美学を追求するためのツールとして洋服を選んでるっていう人が多いんじゃないかなというふうに思います。もう陰キャにオタクに洋服っていうことを追求してるというよりは、自分の豊かな生活の一つのツールとして洋服を選んでいるっていう感じなので、あの無理なくおしゃれを楽しむ感があって、まあ、それだけに高いものもあるんだけど、この H ビューティー&ユースに関しては安いものも割とあるんですよ。だから値段とかは別にブランドの格とかそういうものを気にするんじゃなくて、自分に合ったものとか美しいもの、ライフスタイルの中ではめ込めるものっていうものを考える陽キャ的な観念で洋服を見てるんじゃないかなというふうに H ビューティー&ユースはすごく思います。まあ、ロンハーマンとかと、その態度、洋服に対する態度は近いと思いますね。ロンハーマンってすごい服好き、服オタクが行く店じゃなくて、ライフスタイルの中で服を選ぶっていう人が多いと思うんですけれども、そういう陽キャ的な観念でセレクトされているのが H ビューティー&ユースの大きな特徴、実に東京らしいお店だと思いますね。なので肩肘張らずにですね、接客も非常にナチュラルです。でまあピザ屋さんが入ってるとか、まあそういったところも象徴されてると思うんですけれども、あくまで洋服じゃなくて、そのライフスタイルを楽しむ中のツール探しとして、道具探しとして、H ビューティー&ユースという店があると僕は思うので、そういった観念に共感できる人は特別楽しめる店だと思います。続いてザ東京ですね。スタジオス系列、まあ、いわゆる東京ベースという会社さんがやっているハイエンドセレクトショップです。東京ベースがやってるショップって、まあ、スタジオスとかユナイテッド東京とかパブリック東京とかいろいろあるんですけど、その中でも特別頭抜き出たあのハイエンドなセレクトショップがこのザ東京になります。丸の内にも店舗があるんですけれども、こちらは表参道ヒルズの中の2階ですね、の店を紹介しています。表参道ヒルズの2階です。先ほど紹介した H ビューティー&ユースから徒歩で、まあ、10分ぐらいかければ着くので観光にはちょうどいいと思います。表参道ヒルズというと本当表参道の中心ど真ん中にあるので、いろんなテナントも入ってますから面白いとは思いますが、僕は個人的にはこのザ東京非常におすすめです。もう今東京でトレンドに乗ってるブランドは全部見れるって言っていいぐらい、本当にこうジャパンデザイナーズに対して特化したセレクトになっていると思います。でさっきの H ビューティー&ユースの違いとここのザ東京は明確だと思うんですけど、こっちはいわゆる洋服が好きっていう人が行く店です。 H との違いはそこですね。表現が正しいかどうかはごめんなさい、わかんないけど、
陰キャな服オタク、僕みたいな、もうお洋服すげえ好きっていう人が行く店だと思います。もちろん陽キャな人も行くと思うけど、気質としてね、マニアックな服好きのための店だと僕は思ってます。どういうことかっていうと、もう実用性とか機能性とかよりも何より新しいデザインとか洗練されたものが好きっていうデザイン重視。もう着やすいとか洗えるとかそういうのももちろんあるんだけど、それよりもとにかくデザイナーズが大好きでお洋服に全てをかけてるっていう人が行く店だと僕は思ってます。無理してでもおしゃれがしたいっていう人のための店ですね。ライフスタイルの中でお洋服を楽しむんじゃなくて、いや、そういうんじゃねえんだよ。そういう甘い話じゃなくて、甘くはないんだけど、そういう話じゃなくて、ライフスタイルそのものが服だみたいな。そういう人が割と喜ぶようなお店の、セレクトだと思います。例えば、ウジョーとかね、イレニサとか、今だとコッキとか、レシスとか、もう本当に結構マニアックなジャパニーズブランドから、まあマニアックっていうか今結構旬ですけどね。から、ホワイトマウンテニアリングとか、アンダーカバーとか、アタッチメントとか、いわゆるそのデザイナーズの老舗、まで揃ってるんですけれども、いやだって、なんだろう、ライフスタイル求める人別に、ウジョーとかイレニサとか、コッキとかって、レシスとかって言われても、うんって感じじゃないですか。うん、まあ別にそのブランド名とかは別にどうでもいいみたいなね。ただ普通に質のいい T シャツが欲しいんだっていう人は、多分 H 行った方がいいと思うし、そうじゃなくて、もうとにかく服が好き。もう洗練された、日本最高峰のデザイナーズが見たい。もう機能性とかじゃないって、何が欲しいかも分かんないけどとにかく服が見たいんだっていう人はこのザ東京が僕は非常におすすめです。ステディオス系列ってなると、まあ一部よく言われるのが接客がきついって話なんですけど、このザ東京に関しては僕あくまで僕の体感ですけれども、非常に優しく丁寧です。まあステディオスの接客がきついっていうのも随分昔の話で、今そんなことないんじゃないかなというふうには思うんですけれども、特にこのザ東京はですね、スペース作りもかなりラグジュアリーなものになっているので、非常に丁寧ですですね、優しい接客になってますので、特に接客が苦手っていう方も物落ちせず入っていただいても大丈夫だと思います。で、僕はこれ内装にも考え方現れてるなと思っていて、このザ東京の内装、いわゆる VMD はシンプルに服をブランド別にラックにかけていくっていう陳列になってるんですね。これもあくまで服が主体な店ですよっていうのを象徴してるんじゃないかなというふうに思います。 H ビューティー&ユースに関してはブランドがこうごちゃ混ぜに置かれていたりだとか、動線を意識したりとか、小物があって靴があって、でピザ屋さんがあってっていう、そのライフスタイル全体を構築するような内装の考え方だと思うんですけれども、ザ東京に関してはもうほんと服が主役です、とあなたじゃなくて服が主役です、ライフスタイルじゃなくて服が主役ですっていう感じがすごく強いと思います。ここはウジョーっていうブランドのコーナーです、ここはイレニサっていうブランドのコーナーですっていう、非常に分かりやすい服を見るためのお店だと思います。ライフスタイル云々っていうよりはもう本当にこれって感じなので、その辺がね、陳列とか VMD の中でもすごく伝わってくるので、完成度としてすごくいいなと思います。僕何度も言う通りだけど、 H もこのザ東京もどちらも素晴らしいお店だとして話しています。ただ気質がだいぶ違うので、自分がどういうモチベーションでお洋服を見るかによってどっちの店がハマるかっていうのは違うと思うんですけれども、試しにこの両店舗行ってもらうとですね、あ、なるほど、違いが分かるなってなんとなく感じ取れると思う。これが陽キャってことね、これが MB がやってた陰キャってことねみたいなのがちょっと分かると、陰キャってちょっとネガティブワードっぽいんであんま使いたくないっちゃ使いたくないんですけれども、まあちょっとオタッキーな感じなのがやっぱザ東京だと思うし、すごいこうライトな感じでナチュラルに楽しんでるのが H だと思うんですね。この辺の空気感多分行けば分かると思うので、対比がすごく面白いと思いますね。ぜひチェックしてみてください。どちらも例えばニードルス扱ってるんですけど、ニードルスの置き方とかその見え方とかも H とザ東京で全然違うと思うので、この辺かなり面白いと思います。で続いて同じく表参道ヒルズ2階に入ってる、隣の隣ぐらいかなに入ってるエディションですね。トゥモローランドが運営しているエディションというセレクトショップです。海外デザイナーズハイブランドが気軽に見れるスポットとしておすすめさせていただきます。先ほど紹介した H とかザ東京は比較的日本のブランドが多いと思うんですけれども、このエディションに関してはですね、 OAMC とかマルジェラとかアクロニウムとか、まあ、そういった海外のハイブランド、ハイカジュアルブランドとかですとかね、が多くですね、まあ、もちろん日本もオールモストブラックとか、岩流とか、OAO とか、まあ、あとスニーカーで言えばね、ジャパンじゃないですけどサロモンとかね、まあ、そういった結構国内外のハイエンドなものを一堂に
介しているショップなので、まあどうしても表参道青山あたりでハイブランドを見ようと思うとドアマンが構えているようなお店が結構あってですね、入りにくい印象もあると思うんですけれども、エディションに関しては非常に接客も優しく広々とした店内で物が見れるし、入り口も広くて採光もあるので気楽な感じで見ることができると思いますね。ハイブランドどうしても見るときに構えちゃうっていう人も多いと思うし、怖いっていう人も多いと思うんですけど、ここは自然な印象でですね、気軽に手を取れるので、まあそういった意味ですごく貴重なお店だと思います。緊張感を感じずに海外のデザイナーズっていうのをラフに見ることができる良いお店だと思いますので、ぜひ手に取ってみて、行ってみてください。で、エディションはまあ大手セレクトの特徴ですけれども、OMC あります、マルジェラありますっていう中にですね、程よくこうオリジナルを混ぜ込んできてるんですよ。オリジナルもマルジェラにちょっと明らかに寄せてるものとか、OMC っぽく作ってるものとかが挟んであるので、同じ感覚で見てると値段半額ぐらいのものがあるんですよ。あれこれなんでこんな安いんだって見ると、あ、オリジナルかってなるので、急にオリジナルが欲しくなるんですよね。OMC 見て、10万円のシャツか、ちょっと高すぎだなと思って隣見たら、似たようなデザインのシャツ、ステッチが入ってるシャツとかあって、あ、これでいいじゃんと思って値段ひっくり返すと、3万円、あれ3万円みたいな。ああ、OMC じゃない、いや、エディションだ、みたいな。でもいいんじゃねみたいな。巧みにこのオリジナルを売る仕組みができてると思うんで、まあ、昔ながらのセレクトショップの構造ですけれども、まあそういった意味でね、お金もそこまでかかわらずに楽しめるっていう側面もあるかなと思います。続いて、ラフォーレ原宿の 2.5 階にある、2.5 階、中2階っていうのかな、中2階っていうのかな、グレートですね。GR8 と書いてグレートと読みますが、これはもうおもちゃ箱ひっくり返したようなセレクトショップだと思います。ベトモン、バレンシアガ、マーティンローズなどのハイストリートブランドから、まあ、ジルサンダーにバーバリーにリックオーエンスとかのラグジュアリー、レディメイドとかフィンガリンとかの個性派ブランドなどなど、あとはナイキのレアモデルとかもありますし、とにかく個性あふれるブランドを個性あふれる店内に埋め込んだアミューズメントパークみたいなセレクトショップになってます。内装も絢爛豪華で非常に個性に溢れていて、レジカウンターの後ろとかにブラウン管のテレビを敷き詰めたデザインがあるんですけど、それはもう圧巻で面白いです。だから店内歩いてるだけでも面白いと思います。これね、店内の広さが130坪ということで、広大な敷地で見るこのブランドっていうのは本当に目がチカチカするぐらい、もう色とりどりでブランドも様々で非常に面白いセレクトショップになっていると思います。もうここ1店舗でお腹いっぱい、いかにも東京らしいミックスカルチャーが1店舗で楽しめる、僕は今おすすめした中でも特別行ってほしいお店です。買うものがなかったとしても1回寄ってみてください。もう東京のセレクトショップといったらやっぱりグレート。もう海外のバイヤーさんとかも訪日時には必ず寄るっていう方も多いですし、カニエ・ウエストも一時期通ってたんですよ、グレート。なんでめちゃくちゃおすすめ。世界的にも超メジャーなセレクトショップです。で、入荷数もですね、ブランド数、取扱いブランド数がめちゃくちゃ多いからか、毎日入荷してんじゃないかっていうぐらい店内がコロコロ変わるので、通う楽しさもありますし、あと接客も全然しつこくなくてさらっとしてるので、非常に居心地も良く買い回りがしやすいです。で、ラフォーレってどうしてもね、若い女の子がたくさんいるビルなので、ちょっとこう、入りにくいところもあると思うんですけれども、ただまあ、グレートに関してはですね、ラフォーレの中通らなくても、直接外から入れる入り口があったりだとか、まあ、あとは本当にいろんな方がグレートに呼びます。まあ、僕みたいなおっさんもいれば、往年の洋服好きのおっさんもいれば、本当に若い、バキバキ尖ったデザイナーズ着てる、20代とか10代の男の子もいますし、女子もいますし、もう本当にこう何も気にせず、お店の人も全く気にしないぐらい、本当に雑多なおもちゃ箱みたいなお店なので、服好きだったらぜひ行ってみてください。ここでしか見れないようなブランドもたくさんあるので、グレートは本当に面白いと思います。一見するとストリートっぽいようなセレクトなんですけれども、よく見てみるとラグジュアリーだったりとかクラシックのアイテムがあったりだとか、本当にセレクト面白いです。垣根を越えたおもちゃ箱みたいになってるので、一回も行ったことないっていう人は服好き名乗っちゃダメです。僕から言わせると、もうグレート行ったことなくて服好きって言っちゃダメなぐらい、本当に日本が誇る代表的なセレクトショップだと思うので、ここを見るまでは服好きと名乗るのはやめましょう。続いて、青山表参道地区でおすすめのショップ、アデションアデライデですね。まあ、アデライデとアデションアデライデ2店舗あるんですけれども、どちらも青山表参道地区にあります。
確か日本でベトモン最初に扱ってベトモンを独占販売したお店だったと思います。そこから海外世界的にも名前が知れるようになって、注目されるようになったのがアデライテだと思います。今もロエベだったりマルジェラ ボッテガベトモンドリスとかドリスバンノッテンとか海外デザイナーズを中心にしかも先んじて取り扱うので、バイヤーさんの目が本当にすごいんだなというふうに思います。アデションアデライデに関しては大手とは違って基本大手っていうものは売れてるものを扱うっていう感覚だと思うんですけど、アデライデに関してはこれから売れるものを置いてる感じですね。まあもちろんすでに売れてるものもたくさんやってるんですけれども、例えば日本でようやく知名度が高くなってきたジャックムスとかね、ジャックムスまだ知らない人多いと思うんですけど、ジャックムスこれから来ますよ。ジャックムスとか、まあ、レディースだとね、もう割と知ってる人も多いと思うんですけど、メンズも、アパレルの関係者だったらジャックムス当たり前に知ってると思うんですけど、まだまだ一般知名度全然低いですけど、世界的にはすごく注目されているブランドで、今後、ファッションヒーローになるブランドじゃないかなと僕も思ってるんですけれども、ジャックムスとかもアデライで扱ってますし、まあ、そういった、これから多分売れるものっていうのが見えるので、トレンドを先に抑えたい方は、アデライでとかをある程度見ておいた方が、セレクトの目利きは本当に素晴らしいと思うので、ディープな服好きであればぜひ行ってみてください。ただ日本のブランドもあるっちゃあると思うんですけど、基本的には世界最先端の海外に向けたセレクトになっているので、単価はかなり高いです。ただまあ接客とか別にきついわけでもないし入りやすいのでそんなに緊張する必要はないんですけれども、単価自体はそれなりに高いので、まあ、若干緊張はするかもしれないんですけど、それを補って余りあるというか非常にいいセレクトになってますので、トレンドを知るにはアデライでおすすめです。最後、青山表参道地区おすすめのショップ、最後ですね、スーパーAマーケットですね。スーパーAマーケットは他のおすすめしたお店と違ってですね、こちらはアウトレット品を展開することが多いです。ドリスバンノッテンとかアクネとかカラーとか、日本国内外のハイエンドブランドのアウトレット品が置いてあって、セールになってます。でメンズのコーナーは結構狭いんですけれども、それなりにアイテムも揃ってるので、まあ青山のお店回ってですね、ちょっと値段安いお得なものがないかなと思って青山寄ったら必ず入るようにすると掘り出し物がたまに出てくると思います。ただサイズとか在庫はかなり限りがあるので注意が必要ではあるんですけれども、ぜひ行ってみてください。スーパーAマーケットですね。はい、というわけで今日は、東京のおすすめショップ青山表参道原宿編ですね、お届けいたしました。好評だったら新宿編とか銀座編とかあと、地方編などもやっていこうと思いますので、よかったら、高評価よろしくお願いします。私毎週日曜日 MB アイテム、自分のオリジナルブランド毎週日曜日販売しております。概要欄の方に MB アイテムストア、リンク載ってますので、ぜひよかったらチェックしてみてください。あと YouTube メンバーシップもやってます。 YouTube メンバーシップ最近好評でございます。登録すると一気に今まで配信した動画を見ることができるので、下記メンバーになるボタンを押すとメンバーになれますので、ぜひよかったらチェックしてみてください。よりディープな情報入ってます。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。